記憶なんかガバガバだなぁ。何と勘違いしてたんだろう。トゥールの村っ子だったんですよね。で、ここでね、上のマップ見たらわかる通り、武器屋とか防具屋とか魔法屋とかあるので、ここでね、ちょっと揃えてから風の神殿に向かいましょう。そしてここが確か、なんだ？あ、初心者の館だ。そうだ。初心者の方ですかって、ここで家を選んだら追い出されます。はいにしたら、ここでアイテムとかをもらえます。はい。どけて。どけて。どけて。ちょっと。あ、そうだ。ここを通れるんだった。このおじさんがなんか言ってくれるはず。うん。隠し通路にご用心。例えば、わしの左側の壁は通り抜けできることができるぞい。そう。シーフはね、隠し通路も見破れるし、あと、落とし穴は違うわ。間違えた。隠し通路が見破れます。ということで、この宝箱は全部回収してから行きましょう。この壺とかもね、全部入ってたりするんで。あとは、この中はモンスターが入ってるはず。ほら。パラミロリーン。まあ強くないから大丈夫だけどね。そんな構えていかなくても大丈夫。そして宝箱から革の靴をゲットということで、そう。忠告はしてくれるんだよね。この辺全部戦闘の、あ、いいです。こととか話が聞けれるので、初心者の方はまあ寄って全部聞いてもいいかな。私はもういいです。はい。物だけもらえたらいいです。さよなら。で、これなんかずっと回ってんだよね、この人ね。目が回るのにずっと回ってんだよな。あ、いいです。行きました。行きました。はい、大丈夫です。海賊に酒場を占領されたって。そう、海賊ってそういうもんだからね。盾を売ってるはずだよね、ここね。確か盾があったはず。そう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 。装備するときだけ、ファリス、やってくるんだよね。防具屋とか、道具屋行ったときだけ、ファリス来るから。うん、ちゃんとチェックとか、つくな。オッケーオッケーオッケー。これね、装備できるかできないかを、どこで判断するのかというと、今みんな万歳してるじゃん。万歳してる、アビリティの人たちは全部装備できます。革の盾、革の帽子、革の服、全員装備ができるという状態ですね。ジョブによって装備できるできないが発生するので、この辺ね、ちゃんと見て購入してください。そしてこのマークだね、チェックマークとこの矢印のマーク。これは、装備をさせたらアップするよーっていうことやね。だからとりあえず買っていこう、全部。はい、革の帽子。あー、でもね、風の神殿手に入った気もするな。手に入った気もするな。まあ、いやいや。いやいや。多分ね、風の神殿で手に入ります。はい。あー、最強装備。てか、ファリスいなかったらな、装備、ファリスの装備ができないんだよね。宝箱の中身までね、ちょっと覚えてない、さすがに。風の神殿、何が落ちてたか。ブロードソット、ドット、杖。あー、ファリス何装備してるんだろう。あー、ダガーかな？ダガー装備してんのかな？ブロードソードはバッツだけ装備してるけど、ダガーっぽいな。レナもファリスのダガーっぽいな。まあ、2本だけ買うか。2本だけ買うか。拾える気がする。記憶違いだったら申し訳ない。とりあえず装備。バッツはいいや。ナイフか。ああ、レナはナイフを装備。オッケーオッケー。待って、このさ、右手に革の盾だけ持ってたぞ。今思った。そうだな、あいつ持ってなかったもんな、もともとな。そう、風の力が弱まったみたい。まあ、弾けたからね。ええー、そうなんだ。運河の魔物、女しか狙わないんだ。
知らんかった。この辺なんかあったよね、やっぱりね。チュートリアルな感じがなんかあったよね。で、この上の屋敷は後々行くので、今は行かなくても大丈夫です。ここは魔法が売ってある場所だね。全部まだ買えないから、魔法使えるジョブもないから、とりあえず風の神殿に行って、そこで、お金を集めてから行きましょうって感じで、ここは宿屋。一応、入るか。ジュギルだしね。はい。宿屋ジュギル安いなーって思っても、これね、街に行くたびに値段上がります。そのうち何百円とかなるんで。そう、ずっとジュギルってわけじゃないんだよね。はい、酒場行ってみようか、じゃあ。ピアノ弾くかい？ピアノ置いてるだろう、どうせ。お頭2階か。お頭みんな大好きなんだよな、ここの人たちな。よーく見ると、レナちゃんも可愛いで、レナちゃんには手出すな。やめろ。あれ？弾けない？ちょっと。ただの覗きじゃん。ここ座ったらいいのかな？ここ座ったら確か踊り子たちになんか囲まれた気がする。ここの BGM も変わってる。ふうじゃないんだよな、主人公。ここ変わらんな、ここの演出も。で、ここで入れるようになるんか。で、ここね、ピアノ弾けるんですよ。酒場って、どこの酒場にもピアノが設置されてるんだけど、主人公、このピアノだんだん上手くなるから、ぜひぜひね、村とか町に行った時は、一回は弾いとった方が面白いと思います。最初ド下手だからね。本当にド下手だからね。これがめちゃくちゃ上手くなるから。最後の街とかバリッバリ弾き始めるから、こいつ。これもね、なんか細かいよね、こういう要素ね。嫌いじゃない。面白い。なんもなかったよな？なんもなかったよな？この辺は。パリス？ちょっと、俺が見てくる。イベントですね。これはイベントです。バツ、どうしたんじゃ？いや、なんでも、俺、おかしくなっちまったかな。ちょっとだけ。綺麗じゃん。ドキドキするぞい。叩かれるぞ。二人とも、何言ってるの？おお、起きた。あれ？ポカポカってしなかったっけ？殴ることなかったか。よく寝た。お前ら、何やってるんだ？しっかりしろよ。悪いが、ちょっと一人になりたいんだ。またな。鍵閉められたはず。これで鍵閉められたぞ、多分。だよな。めっちゃ考え込んでるな、ファリスな。そう。こういうイベントでした。はい、行きましょうか。ぐらいかな。とりあえずはこんなもんかな。アイテム、ポーションとか売ってるけど、とりあえずいらないでしょう。行こうか。行くよ。パリス。
さてさて。おー、違う。で、あとは、この先はまだ行けれないので、この風の神殿に行って、さっきの町に戻って、ここに行くような形になります。ということで、風の神殿行きましょうか。よいしょ。慌ただしくしてんね、君たち。目が痛い。待って。なんかグラフィックが綺麗になったせいで、なんか壁の境はわかるか。天井と床の境目がわかんない。わかりづら。あ、目痛い。こちら。レナ姫。一体、どうしたのですか？急に風が止まって、魔物が神殿に入ってきたのです。お父様は？タイクーン王は最上階に登られましたが、帰ってこないのです。なんてこった。きっと何かあったに違いありません。そのクリスタルのある最上階に行こうぜ。マリス、ええ。はーい。とりあえず全員に話しかけ、めっちゃあたふたするやん、こいつら。そう、最上階のクリスタルは機械でコントロールしていたのです。で、コントロールしていたけども、急に機械が言うことを聞かなくなってと。はい、ありがとう。で、これが全回復できる壺ですね。はい。泉と同じ効果です。すべて治ります。はい、ありがとうございます。ちょっと、とりあえず、この辺でセーブ、一旦しようか。建物の中はセーブできないんだった。そう、みんな建物の中はセーブできないぞ。これは、普通にファミコン版と変わらんな。さて、行きましょうか。てかね、ここで回復できるんだったら、宿屋で回復しなくてよかったね。今思えば。2階、この先に宝箱かな。あ、そうだ、エンカウントするんだ。ホワイトスネーク。オッケー。強。待って、強。とりあえず、この風の神殿に行くまでに、レベルは3くらいでいいかな。うん。で、ここは聖なる力で守られている。テントやコテージを使って休むことやセーブをすることができます。テントやコテージというのは回復アイテムですね。テントを使えば、半分回復できるし、コテージだったらすべて回復します。で、テントとかコテージは拾うこともできるし、販売もしているので買っていくこともできますと。さて、行きましょう。ブラックゴブリン。黒くなっちゃった、ゴブリンが。やっぱそんなに強くはないね。今レベルが4か5ぐらいなんだけど、3あれば十分かな。十分いけるはず。え、こっち合ってるっけ？待ってよ、宝箱とか回収していかなきゃいけないから、階段が2箇所あるんですよ。2箇所あるから、さすがに覚えてない。さすがにそこまで覚えてない。地形までは覚えてないよ。あっただ、危ねえ。革の帽子はここで手に入るらしい。あ、装備。そうだ。最強装備。オッケー。あ、やっぱりパリスはダガン持ってたね。オッケー。ナイフとダガンの違いってさほどあるんかな。レナがナイフ持ってたし、パリスはダガン持ってるの。ダガーって聞いたらね、あれだよね。なんか海賊っぽいっていう感じはする。で、ここで確か、なんかボス見えたな、今。ボス普通に見えたな、今。杖とかも手に入ったはずなんだよね、宝箱で。で、杖はもちろん、戦闘のジョブを持ってる人は使えない感じになってます。すっぴん杖持てたかな？すっぴんも持てなかったかな？まあ、わざわざ杖を持つ必要はないけどね。攻撃力がくっそ弱いから。くっそ弱い、本当に。
あいしょい。何もないの？何この、何この空間？マジで何もない。怖い。で、あれはシンボルエンカウントです。話しかけるまではエンカウントしないので、あ、うん、通れるよね。通れるよね。あれ？今すり抜けた？すり抜けた？嘘もん。ここすり抜けたっけ？なんですり抜けるの？普通にすり、あ、ここすり抜けたんだ。覚えてない。びっくりした。で、ブロードソードがここに入っていると。やっぱりあったね、ブロードソード。OK。これでブロードソードを装備して、いいかな、いいかな。さっさと行きましょう。風の神殿のボスですね。名前まで忘れた。そんなに強くなかったはず。いけるいける。来るぞ。とりあえず、ブレースウィングには気をつけてください。言うてるそばから撃ってきやがった。で、こいつね、今羽広げてるけど、羽を閉じてるときは攻撃をしないように。まだ大丈夫かな？あら、まあ。あれ？レベル上げすぎた？もしかして。レベル上げすぎた？大丈夫かな？ちなみに、これ本当に、羽閉じるんですよ。羽がね、キュッてなって、もう見るからにわかるから、羽閉じてる時に攻撃したら、大ダメージが返ってくる、と思う。うん。返ってきたはず。なので、見れなかったね。レベル上げすぎあんま良くないね。良くないね、レベル上げすぎたら。マジか。そんな簡単に死んじゃうか。確かね、ほぼほぼ即死ぐらい、今のレベルだとほぼほぼ即死ぐらいのダメージを与えてきたはず、あいつは。あと何もないかな？あれなんかあったかな？ちょっと探させてね。あ、あったあった、やっぱり。オッケー、杖。これマップに一応表示されるんだ。上ね。あ、でかくなんないだった。隠し通路が出た瞬間にね、マップ上でも隠し通路がね、表示されてた、今。へー、そんな感じなんだ。親切設計。本当に親切設計だね。これ、ほら、ば。さてさて、この先がもう、クリスタルの場所だったはず。行きましょう。クリスタルが、砕け散ってる。なんだ？このクリスタルのかけらを回収して、クリスタルのかけら1個につき、1ジョブ増えることになります。ジョブとアビリティは全然違うね。炎の心、勇気。炎のクリスタルだね、今の。風、炎、地かな？地面かな？水の心、いたわり。水だったわ。順番的に水だったわ。で、地面かな？地の心かな？土の心、希望。土だったー。地面の地じゃなかったー。そして風。
風の心、探求。これは一体なんだか暖かいの。クリスタルの心？レナ。お父様。よく聞くのだ。お前たちは選ばれし四人の戦士。四つの心が宿るもの。お父様、どういうことですか？風のクリスタルは砕け散った。そして、他の三つのクリスタルも砕けようとしている。お前たちはそれを守るのだ。邪悪な心が蘇ろうとしている。すべてを闇に変えるもの。来たー。お父様？行け。四人の戦士よ。クリスタルを守るのだ。お父様！来るぞ。これで、かけらが6つあるので、6ジョブ増えることになるね。なんか6ジョブっていうなんか、いいこと。なんかすごい違和感あるな。クリスタルのかけら。クリスタルのかけら。そして、そこに宿る。いにしえの勇者たちの力。ナイト、モンク、青魔導士、シーフ、黒魔導士、白魔導士。クリスタルのかけら、俺たちに力を貸してくれるのか？とにかく、ここを出よう。カラフのじいちゃん、記憶はないのに、風の神殿だけを頼りに来たのに。レナ。確か、祭壇の裏に、外にワープできるところがあったはず。さて、じゃあ一旦出ましょうか。風のクリスタルは守れなかった4人ですが、これからどうするのか。お？オープニング？あ、ここでオープニングだっけ。おー、クリスタルのかけらの使い方、アビリティシステムについての説明は聞かないです。ありがとうございます。私がちょっと簡単に説明はしようと思います。とりあえず、ジョブとアビリティシステムについて簡単に説明していきます。今回手に入れたクリスタルのかけら6つ、ナイト、モンク、シーフ、白魔導士、黒魔導士、青魔導士、それぞれ特徴があります。このナイトというのは、剣を扱って戦うのが得意なジョブとなっております。下の方に書いてあるんですけども、レベル0と、あと装備可能なものがアイコンで表示されております。このレベルというのが、アビリティポイント、によって、このジョブのレベルが上がってきます。そして、ジョブによって、最大レベルも変わってきます。ナイトは最大レベル6までありまして、1から6まで全て重要なアビリティとなっておりますので、ぜひ6まで上げた方がいいとは思うんですけども、攻略上では6まで上げた方がいいとはなっていますが、私はレベル3までで十分だと思います。攻略上、私が今見てる攻略本ではレベル6まで取りましょうねとは書いてあるけど、3だな。レベル3の両手持ち
まで取得はしたいところでありますね。そしてその次、文句。文句は素手で戦うジョブとなっております。こちらのレベルがレベル7まであるんですけども、攻略本上ではレベル2まで上げましょうだけど、まあ4まで上げても、まあまあ損ではないかな。4がカウンターというアビリティがつくので、まあこのアビリティについてはまたちょっと後で説明するんですけども、とりあえず、4、そうなんだ。貯める格闘チャクラカウンター。っていう順に取得できるんですけども、とりあえずそこまで取っといても悪くはないかなと個人的には思います。そしてシーフ、一番素早いジョブになっております。何があっても一番最初に攻撃するのがこのシーフになります。名前の通り盗みを働いたり、なんだろうな、警戒とかいろいろできるんですけども、これもね、攻略本上ではレベル1までは絶対取りましょうとはなっていますが、全部最大レベルが7でレベル6まで取っとっても、まあ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 、まあ、悪くないかな。隠し通路、トンズラ、ダッシュ、盗む、警戒、ブンドル、ここまで取っといても無駄にはならないかなと思います。そしてレベル7のちょこまか動くは、これはまあまあいらないでしょう。必要ないと思う、私は。まあ結局ね、こうやって説明しているけども、そんなに、アビリティポイント稼ぎ苦労はしないので、ブーストがある以上ね。全部マックスまで取っとってもいいんじゃないかなとは思います。そして白魔導士、これは有名ですね。白魔法を使うジョブとなっております。これは最大レベルが7まであります。で、レベル6までは白魔法レベル6となっていますので、6までは必ず上げましょう。レベル7は、マジックポイント 10% アップとなっていますので、これはいらないと思います。上げるなら6までは必ずそれぞれ上げましょう。で、黒魔導士、これも有名ですね。黒魔法を使えるジョブとなっております。最大レベルが7で、レベル6が黒魔法6、レベル6となって、喋りすぎてむせちゃった。レベル6が黒魔法レベル6となっておりますので、6までは必ず上げて、レベル7、マジックポイント、30% アップはあってもなくてもいいというか、さほどいらないです。そして、最後、青魔導士。これがね、ちょっとわかりづらいと思うんですけど、青魔法というものを使うジョブになっております。青魔法というのは、モンスターが使う技をラーニング、盗む、見て、覚えることができます。なので、全部が全部そうじゃないんですけど、モンスターの技、覚える技と覚えない技がありまして、それを一回でもラーニング、覚えることができたら、青魔法という魔法で使うことができます。これがね、結構場所によっては使ったりするので、その都度その都度その場面場面でまた説明しようかなと思います。アビリティレベルはマックス4で、攻略本上では3まで必ず取りましょうってあるんですけど、調べるラーニング青魔法、これがレベル1レベル2レベル3となっておりまして、レベル4が見破るという敵の最大 HP と現在の HP とかが見れる、アビリティとなっているんですけども、まあ、攻略本とか、そういう攻略見るんであれば、さほど必要ないです。でも、攻略を見ずに自分の力で攻略したいっていう人は、ラーニングあっても全然困らないとは思うけど、アビリティとして所持するかどうかは、まあ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 、その人次第かな。私はいらない派だと思っています。そして、さっきからずっと言ってる、この、
アビリティというのは結局何かと言いますと、ここにつけるやつね、外すって今あるんですけど、今何も覚えていない状態です。例えば、私は結構ね、ガラフさんをね、ちょっと待って、ごめんね。ガラフさんのジョブをね、黒魔法にすること多いんですよ。そして、この状態でレベル上げをすると、そのキャラのレベルだけでなく、ジョブのレベルも上がっていきます。そして、ジョブのレベルが上がっていくと、さっき説明した、この状態だと、黒魔法のレベル1、黒魔法のレベル2、黒魔法のレベル3というように上がっていきます。その、黒魔法のレベル何本っていうのを何かと言いますと、このアビリティですね。さっき説明した通り、このジョブにしていれば黒魔法すべて使えるんですけども、このアビリティなしとなっています。そして、右の欄に外すとしかなくな、としかないんですけども、ここに黒魔法レベル1、2、3、4、5というように、表示されるようになります。そうすると、例えば、ガラフのジョブをシーフにして、アビリティを黒魔法のレベル6とかを設定すれば、シーフで足が速いのに黒魔法を打てるキャラクターができるようになります。そんな必要かな。シーフで先制攻撃で黒魔法を打つというようになるんかな。あんまり組まないな。私は組まない組み合わせだな。なのでこれはね、積極的にすっぴん以外をセットしていきましょう。私のおすすめとしては、罰をないとか文句かな、とりあえず。でないとはジョブコマンドが守りとなっていますね。物理攻撃を完全に防御。ないとレベル2のアビリティがすでにノーマルでついている状態ですね。で、ファリスさん、最初の段階では、私は白魔法かな。とりあえずファリスに白魔法を覚えさせていきましょう。白魔法と黒魔法は最初から覚えさすのがいいです。絶対もう、最後まで使うアビリティなので、白魔法、黒魔法、あと、後から出てくる時場同士、この3つは絶対育てましょう。本当にこれは育てないと詰みます。で、白魔同士、黒魔同士、黒魔同士はダガーが使えるのかな、まだ。白魔同士はダガーが使えなかったはずだから、で、そして杖を持っているので、後方に下げましょう。で、ガラフは今、ダガーを持っているはずだから、ダガーは前衛でいいかな。まあ、黒魔法打つか。せっかくだし、黒魔法打つか。で、レナちゃんはね、どうしようかな。青魔同士でもいいんだけど、まあ、シーフが安定。安定するならシーフ。攻撃特化にするなら文句になるけど、どうしようかね。まあまあ、レベル上げの段階では文句でもいいかな。あ、そうだ。ジョブコマンド蹴りだ。敵全体を攻撃する。OK。さてさて、とりあえずこれでいってみましょうか。